今回やってくださる、やることになったっていうのは、なんかどういうあれ、あんまりこう現役の学生さんが実家でやるってあんまりないパターンなんですけど、どういうきっかけっていうか。そうですね、前から やらせていただきたいなとは思ってたんですけど、はい、それは実家に来てもらったのは平川君っていうのが初めてですよね。その時にいいなと思って、はい、であと掲載に深野さんが来ていただいたので、はい、その時も買っていただいたし、はい、で自分から言ってみようと思ってお願いして OK いただいたので、はいはい、前からやりたいなっていうのは1年半ぐらい前から思って。あ、そうなんですか。なんか建物がとても素敵だったのも、はい、ありますし、ちょっと町並みとのギャップは面白い。はいはいはい、町並みとのギャップはなんか松井宮司さんとかでも言われたことなんですけど、そうですね、はい、